こんな感じでね、ちょっとね、休憩がてら、ちょっと今休憩も兼ねてますんでね。白い卵と、茶色いやつ。中の卵の色、こっちの方が赤玉、いわゆる赤玉で、こっちもね、白玉ではなくて、ね、桜色みたいなね、色がついてるんですけどね。うん、まあ、いいパッケージは白で入ってますけどね。こっちもね、かなり、資料とかに相当こだわりを持ってやってますっていうことでね。ちなみに、黄身の味が濃いのがこっちって言ってたんで、卵かけご飯するならこっちの方がいいと思いますということです。で調理とかに使うならぜひこちらの方をということなんで、ちょっとね、片方ずつ買ってね、ぜひこれ持ってね、ちょっとね、あれ食べてね、食べ比べとかもしてみたいと思っておりますよ。で、こんだけ卵を買ったのに、まさかのね、その後によったスーパーがね、卵特売でね、これ1円ですよ。10個入りで1円ですよ。意味わからんですよ。うん。普通の卵ですよ。普通に美味しそうな卵です。ちなみに、高松の卵ってなってますけどね。うん。あ、てか、でもこれ L サイズやん。